タレコミなんですけど、ボーナスが最大で2割減る。いきなり平社員に告白して、コールセンターで入職した場合のみだし、聞いたら多分ちょっと怒るんじゃないかなってレベルなんですけど、会長が気づいてないらしいです。そうで始まりました、マチューシャンネル。さあまたやってきました、塾業界のひーしーらーしーなんですけど、はい、はい、ヒロさん、百貨店のヒロです、よろしくお願いします、はい。まあ、前回ですね、びっくりするような暴露があったんですけど、はい、いやまさかそんなことがっていうのが、また今回別のタレコミを持ってきたということで。そうですね、もう大丈夫ですか、命狙われて命狙われて3億円の懸賞金がかかり僕横浜に住んでて公言してるんですよ引っ越さなあかんって言わなきゃ塾講師向けのチャンネルをやってるということで、やっぱ塾講師の方からもう超リアルな情報が入ってきてますんで、はい、今日もちょっと自分のチャンネルじゃ怖いんで、森田先生のチャンネルで行っていこうかなと思いますおかしいな、なんで言うんだろう、はい、はい、塾名は出さないんですけど、はい、ついこの間大きな買収の話があった会社の話です。はい、名前出しませんけどもね、やっていきたいかなというふうに思います。まずですね、タレコミなんですけど、はい、正社員の給料ってそんな簡単に減らせないじゃないですか。そうですね、減らせません。相当業績悪いとかじゃない限りそんな簡単に減らせない、うん、でも簡単に減らす材料としては、はい、ボーナスがありますよね。はいはい、ありますね。でもうこの地区はとにかくボーナスを減らすというその文化がある。はいはいはい、査定を下げてボーナスを下げる、うん、下げるという、はい、で例えばなんですけど、日報って言って、まあ、どこの塾の管理職も多分1日1回ぐらいは直属の一個の上司に、はいはいはい、うん、今日の末報告みたいな感じで送ると思うんですね、はいはい、で週報っていうのがあって、ほうほうほう、週末に1回直属の上司と会長、社長にも向けてメールを送るらしいんですよ。へー、そうなんですね。要するにノルマがどうなってるかっていうのを送るんですね。で、ただ社員の心境としては全然数字いってないのに送るの嫌なんですよ。なるほど、確かに、ね、要するに圧力が上からかかってきたりとかするんで、うん、本当は送りたくないんですけど、うん、これを送らないとボーナスが最大で2割減ると。へー、はいはいはい、ようになってるんで、まあ嫌でもしょうがないからみんな週報っていうのを会長、社長宛てに送るというふうに言っておりました。でさらにそのボーナスの金額がまあいくらだったとしても、ボーナスの日にはまたちょっと特別で日報を作るじゃないですか、はい、今日の報告みたいなバーッて作って、さらにボーナスの支給ありがとうございましたって入れて社長と会長に送るっていう文化らしいです。あんま聞いたことないくないですか。もう今や。そんなことやるんですね。昔とかだったら多分あったと思うんですよ。従業界以外もあったと思うんですけど、そんな働いた対価としてボーナスってもらうと思うんですよね。だから何人入れたから、これぐらい利益出たから何パーセント還元するみたいな査定方法だったりすると思うんですけど、報告を送らなかっただけで、まあマックス2割なくなってしまうというふうに言っておりました。こんなマックス2割、マックス2割ですね。はあ、なくなっちゃうんですね。じゃあ忘れちゃ絶対ダメ、忘れちゃ絶対ダメ。ただ送るのもためられると、数字が悪い講師は。こんな数字で会長、社長に報告するのみたいな怖い。だから送りたくない人も大勢いると。その手法があの会社の目に留まって買収ということで。その目に留まったかどうかは分かりませんけど、わお、手法素晴らしいねちょっと分からない今時そんな会社なかなかないんで、古い体質だなというふうに思いました。で、まあ、あと、まあ、ここはですね、もともと買収される前は会長が株式の 100% を保有していたんですよ。そうなんですね、誰にも渡してなくて、うん、で社長は奥さんなんですよ。はいはい、その会長、社長の次はだから役員じゃなくて、うん、執行役員なんですよね。はいはいはい、執行役員ってあのサラリーマンじゃないですか、うんうん、給料もらってる、でも一応なんか役員って名前がついてる人なんで、うんうん、でその3番手の執行役員の人とちょっと会長が揉めたら、はい、もうワンマン経営なんで、はいはい、そうですね、いきなり平社員に合格してコールセンターで電話の業務をしてると。まあ、だから多分これ見てる人はどの執行役員か分かってると思うんですよ。僕は分かんないですよ。僕はどの執行役員かは分かんないですけど、見てる人はもしかしたら あの執行役員ね
って分かっちゃう内容なんじゃないかなと思います。失踪役員ですね。失踪役員ですね。失踪失踪の役員ですね。それでコールセンターに飛ばされて、コールセンターに平社員になっちゃったって。執行役員から平社員ってなかなかないですよ。執行役員から部長とかならまあなんとなく分かると思うんですけど、いきなり平でコールセンターはちょっと効かないなということでレベルだったらしくって、まあ、タレコミがありました。いやーすごい、執行役員から平野そうですね、そうですね、平野です、はい、なるほど。え、まだあるんですか？いや、まだあります。あと2つありますね、はい、まあこれ塾の宿命だと思うんですけど、はい、入塾面談ってあるじゃないですか、はい、でもうどうしてももう日曜日しかもう面談に行けないっていう親御さんっていらっしゃいますよね。もう月から土まで、まあ、働いてるとかね、月から土まで本当にめっちり働いてる親御さんっていらっしゃるんで、もうどうしても日曜日しか面談に行けないと、うん、そしたらこの会社は一応日曜日出勤したら代休がもらえるらしいんですけ ど、はい、平日にどっか一日休んでいいよと、うん、いうのがもらえるらしいんですけど、ただしそれはその生徒が入塾した場合のみらしいです。で入塾しないと代休をもらえないではなくて、日曜日に出勤したという履歴がなぜか消されているっていう、なかったことになるっていう風らしくって、それ働いていなかったこと、そう日曜日来てなかったことになると、そうです、日曜日働いたけど代休ないよじゃなくて、日曜日はなかったことになってるというようになってて、頼まれたらもう親御さんがどうしてもと言われたら行くけどと、行くけど入塾させないとっていう気持ちが現場の社員にはやっぱあると、すれば代休ももらえるから、まあ別によかったかなって感じらしいですけど、失敗するとなかったことになるって面白いですよね。すごいすごい、なるほど、そんな初めて知りました。うん、なんか履歴が消えるらしいですよ、パクパソコン上から、素晴らしいまだあるんですか、じゃあ。はい、これでラストなんですけど、はい、これね、もしかしたら買収した側も聞いたら多分ちょっと怒るんじゃないかなってレベルなんですけど、買収されてからノルマがめちゃくちゃきつくなってるらしいんですよ。へえ、そうなんだ、ね、だいたい例年の 1.5 倍から1.8 倍ぐらいノルマが強くなってるらしいんですね。へえ、で全然ノルマにノルマで帰れないよ、そうノルマがみたいな、そうでも本当にリアルにそんな感じっぽくて、英語はクォーラーって言います。そうなんですねもう英語のセンスだったもう忘れちゃいました全部で、ただ本当にノルマが行く校舎がどんどん減ってきてると、はいはいはい、なので頑張ってますっていうアピールをしなきゃもういけないらしいんですよ、はい、そういう域に達してるらしいんですよ。おいおい、 100% アピールじゃん、はい、なんでしょ、テレビ番組で小倉優子さんが受験してるあー、はいあれ 100% アピールちゃんって番組です。あ、そうでしたっけ、はい、さあ、そして達成できないんで、うん、頑張ってますアピールをする社員が、まあ、増えてるんですよ。なるほどなので、どういう手を使ってるかっていうと、例えば面談で週2回英語と数学で希望して入ってくる生徒に対して、1回週1の英語で入塾しましたっていう風にするんですよ。なるほどで、その後に追加講座として数学も取ってもらいましたっていう風にしてるらしいんですよ。そうすると、もともとあったその最初に来てたここに追加で受講させましたっていう形になるんで、頑張りましたっていうアピールができるらしいんですね。でも総売り上げは変わんないじゃないですか。はいはい、そうですね、変わんないんですけど、ノルマがきつくなっててもうしんどいんで、頑張ってるアピールをするために週2希望の子をわざわざ週1にして、オプション講座にして数学を追加して頑張ってますっていうアピールをしてると。だから売り上げは上がってないです。なるほど社員が頑張ってるアピールをひたすらしてて、なんとか怒られないようにとか変に目をつけられないようにっていう風にしてると。これを現場の社員たちは付け替えって呼んでるらしいんですけど、この付け替えをまだ社長が、会長が気づいてないらしいです。だから現場だけでまことしやかに行われているトリック まるっとどこまでお見通しだ
ていうかまあ私がこの動画を出すことによってバレるわけですね。まあバレる可能性もありますね。はい、ということでした。やばい、まあね、見方の違いってことですね、ということでした。はい、ぜひ参考にしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。ひーしーへの暴露はひーしーのチャンネルへ、お願いします。